カジン・ツィフェレンツは、ハンガリーの文学者、言語改革者、作家、詩人、翻訳家であり、同時代のハンガリー文壇の中心人物である。ハンガリーの作家、貴族の出身、私学館として、教育の民主化に尽力し、シェイクスピア、ゲーテラの作品の翻訳を通じて、西ヨーロッパ文学の紹介に努めた。百九十四年半政府運動の組織に、 加わったため逮捕され、6年監獄中生活を送った。1759年10月27日にエールシェムイエーンで生まれる。1767年にレグメツにある父の実家に移り住む。1769年から1779年までシャーロシュパタクの閣僚で学ぶ。最初は父が望んでいた通り進学を収めたが、 父が亡くなってからは法律を学び、ベッシェニエ・ジェルジュのおかげで、ハンガリーの啓蒙運動と出会う。滑車、エペルイエシュ、ペシュトで法律の見習いの仕事をする。1784年に、アバウイ県の福祉法書士になり、1786年からは、滑車市とその周りにある、小学校の監督者になる。同時期に、ハンガリーの美術館、及び、オルフェウスの代で、 文学雑誌を創刊する。1792年には再び、レグメツに引っ越し、レグメツに住みながら、彼自身が、セープハロムと呼んだバーニャーチュカに、邸宅の建設を始める。ここで、1795年に、ハンガリーのジャコバンド運動で果たした役割のせいで、逮捕される。はじめは死刑を宣告されるが、恩赦が与えられ、1801年にやっと城の、 牢獄から家に帰ることができる。捕虜の日記と題する作品で捕虜として過ごした6年間について述べている。1804年に妻のトロックソフィーと共にセープハロムに引っ越し、そこから20年間分断を主導する。ほとんどすべてのハンガリーの詩人と手紙のやりとりを行い、文学論争にも参加する。ゼンプレーン県の公文書館1815年から没するまで、 ゼンプレーン県の公文書館の整理、管理に熱心に携わった。シャートルアイアウイヘイにあるゼンプレーン公文書館の歴史的な家具の配置の一部分は彼が設計したものであり、今日も彼の机が置かれている。公文書館の前に立っているカジンツの像は彼の業績を称えている。1831年8月23日にセープハロムで帽子。 本人の望み通り、一家の墓地に埋葬された。かつての邸宅のもとには、イーブルミクローシュの設計により、古典主義の霊廟が建てられた。そこには、後世より、カジンチ・フェレンツに感謝を込めてと書かれている。コルチェ・フェレンツは、記念スピーチで次のように、カジンチを褒めたたえた。この五十数年間の間に、詩人の中でこの男と少しでも関係を持たなかった。 人はいるでしょうか誰がこの優秀な人物と交際しなかっただろう歌人追はすべての作品を秩序、情熱、若者の勢いを込めて作ることで全ての作家、詩人等の関心を引き、我々の文学における新たな時代の創立者になりました。セープハロムでのハンガリー語の博物館、ありがとうございます。